美濃滝は大阪府美濃市の明治の森美濃国定公園内にある滝である。美濃大滝とも言う、日本の滝百選の一つに選定されている。古くは主限道の道場であった。美濃の名は木々の間から流れ落ちる姿が美濃に似ていることから、付けられた、もしくは周辺に王の付く地名が多いことから水尾から転じたとも言われている。 年間200万人以上の観光客が訪れる美濃公園は紅葉の名所であり、秋には特に多くの人で賑わう。阪急美濃駅から2 8トルの比較的緩やかな道のりであり、滝の間近には大日駐車場が存在するためにアクセスは非常に良いが、季節によっては週末を中心に大変混雑する。周辺には日本猿が頻繁に出現し、 猿に襲われ骨折した観光客が死に賠償を求める訴訟を起こしたこともある。美濃滝道には1951年7月11日に発生した集中豪雨による濁流で流された人の救出活動を部下3名と共に続けて殉職した美濃警察署長の郷田101の記念碑が1987年9月に混流されている。秋里島 庭桃系が説明書図へ未納の滝本社より十八兆億にあり、岩頭より干かたして、石面を走り落つることすべて十六条。滝つぼより泡を飛べすこと玉を散らすがごとく、霧を吹くこと具ものごとし、日光これを食して採算目を奪う。天下称して滝の台にとす。滝の上に壁部かあり、これを流血という、村民観点に遭うとき、 ここに祈れば骨ツコウるなりナぞ。三小松滝の上にあり。三葉にして、しかもその色四字曹操として艶しく、滝水日陰に映ずるときは、光あり。忘れては、雨かとぞ思う滝の音に、美濃の山の名をやからまし、つもり国に流れてと思う心の深きにぞ何か美濃の滝となるべき、あと九条。2006年12月14日。 毎日放送のニュース番組、ボイスが、継承地に、衝撃の事実、未能の滝は、人工滝と題して、トンネル工事で、大量の水が湧き出し、周辺の川が枯れた、滝壺に流れ落ちる、大量の水は、なんと、ポンプで吸い上げたもの、未能の滝は、自然の滝ではなく、人工の滝と報じた。その後、 複数のマスコミが取り上げ、ミノーグリーンロードのトンネル工事の影響でミノー滝が人工の滝になったとの風評が広がった。ミノーグリーンロードは湯水をポンプにより送水してミノー側に放水しているが、放水ポイントはミノー滝から3 4トル離れており、ミノー側に複数ある支流の一つに過ぎず、その間には治水ダムであるミノー川ダムがある。ミノー川ダムは、 毎秒0.08立方メートルから0.14立方メートルの水量を一定に放流する流量調整を行っており、ミノーグリーンロードの放水ポイントにおける放流量は毎秒0.0182立方メートルであることからミノー川ダムの流量調整が大幅に上回っており、ミノーグリーンロードの有水放水とミノー川ダム下流にあるミノー滝の水量の関係は 完全に否定されている。先日のテレビ番組に有識者として出演した議員はいずれも日本共産党の議員であり、ミノーグリーンロードの建設に反対していた。先日のテレビ番組では、トンネル本交換通号のミノー滝の水量データを示して、水量減少の原因はトンネル工事としていたが、使用されていたデータは2003年から2005年にかけて、 降水量が大幅に減少していた期間のものであった。美濃大滝の総水量は年間降水量と連動する傾向にあり、番組で使用されたデータの期間後においては年間降水量の増加とともに美濃滝の水量も増加している。美濃氏は正しいデータに裏付けされた放送を行う、よう毎日放送に抗議している。上島和彦大阪府議会議員は 美濃の滝を人工滝と決めつけたマスコミ報道は極めて不適当であり、地元の観光事業者が大切な観光資源である滝のイメージを破壊されたと憤通っているとしている。美濃市長の倉田哲郎は2014年8月の集中豪雨による美濃滝の増水に際して滝はポンプを止めれば大丈夫ではないのかとの問い合わせがあったことを明かし、報道から8年経っても 美濃滝が、風評被害を受けていることや、風評の発生経過及び風評に根拠がないことを、自身のブログで解説し、改めて報道の訂正を求めている。2020年1月23日には、同月21日にテレビ朝日系の情報番組、ハトリ新一モーニングショーにて、コメンテーターの玉川トールが、取材しましたよ美濃を。 トンネル掘ったら水が枯れちゃって少なくなって滝の水が少なくなったと確か取材した。回復したのかなと発言したとして抗議と訂正を求める報道資料を倉田哲郎市長の署名入りで公表した。この申し入れを受けテレビ朝日は同月24日の同番組内において事実誤認を認め謝罪のコメントを表明した。公園へのアクセス未納公園。 美濃の猿、管理悪い脅し各受け骨折の女性誌相手取り、賠償提訴、産経新聞平成12年11月14日付、大阪本社長官29面。AB、関連報道など。日本共産党美濃市会議員、名手、広木ホームページ。2016年6月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年6月6日閲覧。 AB 滝、ダム、交流箇所の位置大阪府道路公社、大阪府道路公社、美濃大滝付近、年間降水量と年間平均流量の関係、ハット AB 美濃大滝は、人口滝美濃市大阪府議会議員、上島和彦、不正レポート、美濃大滝8年前の風評被害2014年8月31日、テレビ朝日への抗議及び訂正の要請について、 美能市2020年1月23日、テレアササイトーアナが謝罪と訂正、玉川徹氏の美能滝発言デイリースポーツ、出かけよう、日比良第66回大阪、美能の滝へ、池大河を発見する旅。NHK2018 年9月8日へ覧。ありがとうございます。